はい、どうも池です。今日はですね、ちょっと前にコミュニティで話していたレアなアイテムとはまたちょっと違うものではあるんですけど、こちらを見ていきたいと思います。まあかなり昔のもので、ちょっとこのずっと当時買って入っていたこの、これずっと当時のままここに入れてるんで汚れないように、だいぶ黄ばんでほこりかぶって汚くなってますけど、これを開けていきたいと思います。まあ開けてはあるんですけどね、これ多分ね持ってる人かなり少ないと思うんですよね。相当レアなアイテムだと思います。では開けていきましょう。はい、これです。だん、見えますか。God bless you, one night deja vu. というわけで、ワンナイトデジャブの時のトランクです。確かこれ通販限定とかだったと思うんですよ。2万か3、2万どころじゃなかったか。3万近くしたんじゃないかな。結構持ってる人は少ないんじゃないかなと思います。まあ未開封というか、開けてはいるけど未使用品です。で、ただ、これ持ったら結構重いんですよね。もしかすると俺、ここになんか他のグッズ入れてるかもしれないんで、ちょっと見てみたいきたいと思います。はい、ちゃんと未使用品なんでね、まあ、ちょっとね保存している時に傷がついちゃったりとかはしちゃってますけど、こういうとこちょこっとね、まあでも他はもうほぼ無傷に近いような状態なんで、まあ完備品に近い状態かなと思います。でちょっと、ああでもやっぱここさすがにこの金具の部分は劣化しちゃってますね。まあこれはしょうがないですね。本当だったらここも完備品の状態で取っておきたかったけど、さすがにしょうがない。はい、じゃあ中ちょっと見ていきたいと思います。ちょっと片手じゃ開けづらいんで、ちょっと開けるのだけやります。はい、ではここ開いたので中見ていきたいと思います。オープン。なんか入ってる。何これ、なんだろうこれ。おお、またこれレアなもんが出てきたな。こっちはまあルナス関係ないんでいいや。これちょっと今日は袋開けないですけど、多分これ2001年のルナシーミュージアムじゃない、ルナシーフィルムボリューム4の時のガチャだ。おお、すごいもん出てきたな。はい、でこれ多分チケットかな、これが。はい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 、の時のガチャの景品がこんな感じで入っております。これも全部未開封ですね。やーべえもん出てきたな。これちょっと中これが入ってるの想定してなかったんで、結構マジでびっくりした。おお、マジか、ここに入ってたんだ。てかこれ持ってたんだ。てか俺こんなに買ってたんだ。まあ買ってはいるような、俺のことだから。はい、そんな感じで今日は、こちらのワンナイトデジャブルの限定のトランクとルナシーフィルムボリューム4の時のガチャがちょこっとだけ見せました。まあこれはどうしようかな、開けはし、あ、まあ袋は今度開けるか、またちょっと別のタイミングで開けたいと思います。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。